M さんいらっしゃいますか。ありました。じゃあ台の方決めてください。対空になりましたね、切り札。さすがに北斗に比べたら安いものだと考えてね。もう軽い軽い、あれ見えなくて攻撃いけませんからね、いけませんからね。さあバスケ、さあラッキーラッキーヘルダン君、さあ行きましょう。アシストは M さんのワークセルワールド、水沢さんの方は見えなかった、加賀さんか、加賀さんか。さあどうから、あ違うの、アシストからだけ。さあ水沢さんが選んだ、加賀さん。さあ M さんがこれは先タイムキットを奪う。さあここは強襲して拾う。さあバースト組み込んで奥攻め。さあ出し切ってしまったところ、これバーストでカラキャンして水沢さんがダメージで攻めていく、拾って投げて、加賀さんアッパーで奥攻め。さあ氷を落として投げからコンボを伝えていく。さあ投げる、ダッシュと上飛びを牽制しながらお互い移動していく。さあこれ白い方がどっちだ、マジ分かりづれ。白い方が M さんですかね。さあ中段入る。さあ白い方は水沢さんか。さあタイムギット奪ってんの水沢さん、調子拾って。さあバスケゲームがいい。さあまた加賀さんを絡めて攻めていく。さあ拾う、なんかダウンオイルもついてるな。さあこれはしっかり切り札を確認して投げて確定奪う。さあローキープというでかいインパクトがありますね。さあ拾う、ファーストヒットは M さん。さあアシストを呼ぶ、絡めて。さあアシスト選手飛ぶが、これは中段をよく見ている。さあこれ切り札当たって、さあどうジャンキャンして攻めを続いていく。下段、さあこれは前 AB でよけていく、飛び稼いで上回り、下段ジャンプキャンセル中段。さあ攻めていく、カセがめくりヒット。さあ氷でガード固めて空中ヒットしていく。さあ空中ガード他の技を固めて、さあ刺激飛んでいく、カラさんアッパーつないで奥目のもう一回氷を出し投げ、投げからコンボがつながる。ここまできっちり決めて、さあ投げる。さあ勝ちましたのは水沢さんですね。さあまさか、さあ決勝戦ノブさん水沢さんですね。決勝戦ノブさん水沢さん、準備お願いします。さあすごいですね、画面上の攻めがかなり詰まっているので。あ、お疲れ様です。じゃあということで第1回のフジアミ横浜電撃ファイティングクライマックス決勝戦始めたいと思います。まあ、第1回はね、スタッフ同士の決勝戦になってしまったのはとても残念なことでありますが、まあ、次回以降盛り上がっていろんな方来ていただけると嬉しいです。アスナを使ってる方が北斗勢攻撃デス32ノブさんで、トモカを使ってる方が普通のフリダム社員さん水沢さん、結構置き攻めとかを CPU でいろいろ研究している水沢さんでありますが、まあのじを見てる限りだと水沢さんの方が若干勝ち越してるかなという、そんな感じはしなくない。で体力リードを取ってるのは水沢さん、ここで切り札ガードして、クリア的にはアスナが有利だが体力的にはトモカが有利。ここは決まってしまう、切り札を使いたかったところであるが、2本持った状態でアスナが1ラウンド取られてしまう。2ラウンド目入って、こっから大きい攻めがどうなる、しっかりガードして、しかしまあハートが当たってるんでゲージが減ってしまうが、 2.25 本ぐらいあるのはアスナが体力リードを相対トモカで
どこで攻めていくか。上から乗っかればなんとかなるかって感じはありますが、ここもしっかり対処していくのが水上の噂だよ。で、画面発射さんの友か。で、中段をガードするが、バーストで対応されてしまうけど、橋を背負わされたのはアストになるが、こういうキル当てて、で、裏回ってアシスト呼んで、大きい攻め、ターゲーしか入らず、中段をバックスでかわされの、ここから大きい攻めがきついぞ。投げてエリアで行く。でゲージをしっかり使って殺しに行くが、これはまだ知らないが、次の置き攻めどうなるかっていったところでバーストしてゲージを回収する。で体力状況的にアースナーのブラストゲージはモリモリ溜まっていくんで、もうちょい我慢していきたいと思ったところで、トモカの中段が育って勝ったのは水田さんということで、第1回の大会はトモカの勝利になります。お疲れ様でした。勝っちゃいました。いやー、まあもっといろんなキャラ見れればいいんですけどね。なんかそうですね、キャラ的に見るとなぜか静岡が一番多い大会になったのかな。自演大会とか別にそんなつもり全くないですからね。まあこうなってしまったんで優勝賞品とかはなく、まあ次回に、これ何でしたっけ、キャリーオーバーでしたっけ次回大会に持ち越されて